こんばんは。先日登場したこのバイスですけど、まあ、めちゃくちゃ強くてクレーコートで暴れまくってますよね。ですけど灼熱コートに関してはこの秋霞がいるので、まあ、まだね活躍はしづらいじゃないですか。なんですけども灼熱コートでも活躍する方法がありまして、それがこのね今持たせてるラケットなんですけども、はい、この効果何かっていうと、はい、ギア書の方見てください。まあ、ボールが遅くなるとか、まあ、おまけではあるんですけども、まあ、SS 改変強制発動を回復し、20秒間無効化するっていう効果を持ってるんですよ。これが強くてですね、まあ、例えば、改変を食らったとします。で、食らって、で、それを回復して、スペシャル打ち込むじゃないですか。で、その後15秒のクールタイムに入るわけですよ。はい、これですね。ただ、20秒間の効果なので、もう一回ね、改変されずにスペシャルを打ち込むことができます。で、さらに、このギアショって2回打つことができるんで、合計4回打つことができます。まあ、4回もあれば多分ね、勝てると思うので、かなりね、今の灼熱コートには合ってるんじゃないのかなと思います。インデックスみたいな、フィールド型の改変であれば、リープで避けてスペシャル打ち込むってことが一応可能ではあるんですけど、秋霞に関しては、もう打球時に相手に付与しちゃうじゃないですか。だからもう避けようがないんですよ。だから、もうこれで回復する必要があるわけですね。はい、ということで、どんな感じで強いのか、ぜひとも見ていただきましょう。どうぞ。はい、ということで、じゃあ、試合の方見ていきますか。ちょっと声は取らずに、試合画面だけ取ってきたので、まあ、後付けで喋っていこうかなと思います。まあ、どれだけ強いかってとこですね。はい、ということで、まあ、まず、イノメロのジーンを出します。まあ、イノメロも、まあ、灼熱でも強いから、マジで万能っすよね。まあ、核ジャスとかもあるんで、まあ、増加量も合わせると、バイスがめちゃくちゃ早く溜まるんですよ。5、6打球ぐらいだったかな、確か。だから、まあ、硬直なしも強いしってことで。マジで強いんだよな。で、ここで SS を打ちまして、で、この後は特殊ショットが返ってくるんですけど、そこに改変の効果とか、まあ、強制発動とかいろんな効果がついてるんですけども、まあ、それをね、これで無効化します。はい、まあ、返したと、ここですね。はい、ここで、はい、ギア書をまずこれで返します。はい、返して、また返ってくるんですけど、今無効化してるんで、はい、返すことができますと。普通だったら改変されて、まあ普通に取られておしまいなんですけど、まあこれでね、無効化することができるので、まあ霞が全然怖くないと。はい、ボコボコですね、もう。1点も取られずに、まあ試合が終わったと。はい。ということで、じゃあ次2試合目行きましょうか。はい、2試合目行きます。まあ基本的にどの試合も同じような展開なので、まあちょっといろんなこと喋っていこうかなと思うんですけども、アドリブで喋ってるからあんまり思いつかないんですよね。喋るとしたら本当に、色メロが強いってとこですかね。まあ、色メロが、まあ、地面向こうはね、効果として受けれないんですけど、やっぱ核ジャスが、でかいんですよね。ただいさえ急速アップが結構このキャラ強めなんですけども、まあ、それに加えて核ジャスがあるので、波のキャラだとね、スペシャル抑えたりとかしてもね、勝てないんですよね、このキャラ。一応別動画で、ユイガハマで戦ってる動画とか今撮影中なんですけども、マジできついっすね。なんか、うん。普通に SS とかスペシャル打たなくても強いから、正直なところ、うん、マジで。このキャラ止めるキャラがほとんどいないんだよな。まあ、一応ね、由比ヶ浜で遅くすることはできても、遅いとはいえ、前から打ったらね、普通に強いんですね。なんか普通のヘリオの SS を、まあ、ちょっと遅くしたような感じですかね。そんな感じなので、まあ、起動自体が強いからな、オンザってのがそもそも悪いと思う、極限。なんか新高速みたいに、直線で速いだけだったら、まあ、ラケブンでもしかしたら取れるかもしれないって感じで良かったんですけど、オンザだからもう物理的に追いつけないんですよ。それが良くないっすよね、本当に。なんでオンザにしたのか。まあ、当時はね、ネタキャラだったから、まあ許されたかもしれないけど、さすがにな、15秒ごとにこれを打てちゃうとなると、やばいんじゃないのかなと思いますけどもね。15じゃなくて、45とか、それぐらいにした方が、いいレベルで強いっすよね。とか、今のやば。飛びつきで今、オンザに入りましたね。今のやばいだろ、絶対取れんわ。で、今、まあ、改変が食らってるわけなんですけども、これで回復して、バーンと。はい。普通であれば、普通に取られて、まあ、バイスにお返しされておしまいだったんですが、まあ、回復して打ち込むことができますと。まあ、やっぱこれっすよね。まあ、ブレスとかアスラとかは、まあ、クレイで使う分には強いんですけど、灼熱だってやっぱ霞対策はぜひともした方がいいですね。まあ、別キャラで対策しても全然いいんですけども、
やっぱりバイスで戦いたいじゃないですか。せっかく出した新キャラなわけだし、まあ、あとはその他のキャラにはやっぱ強いから、なんだかんだ使いたいところで、そこも克服してくれることができると。はい。まあ、他にも、まあ、ネモとか、あとはエルガルガとか、まあ、そこら辺が多分対策として使われるんですかね、灼熱だと。なんですけど、まあ、そこら辺もまあ頑張れば全然勝てなくもないと思うし、うん。あの、ネモに関しては、パラライズ。で、エルガルガに関しては、回復系無効化されるんですけども、まあ、頑張れば全然勝てなくはないので、まあ、ほんとバイスさえ極めれば、クエも灼熱もなんか無敵なんじゃないのかなと思うので、ぜひともね、このラケットを使ってあげてください。で、これで勝率を上げて、まあ、下方されるっていう流れになるかもしれないんですけども、まあ、とりあえず、玄関鏡の下方は多分ないと思うんですよ。情報は結構ね、判断早いんですけど、下方に関しては結構待つ傾向にあるので、多分、下方されないと思います。これがちょっとあの、レポートの前に出すか後に出すかはちょっとわかんないんですけど、多分一個前のレポートで出るってことはないんじゃないのかなと思うので、多分玄関鏡、この大会の中では安心して使うことができるんじゃないのかなと思います。はい。で、ここでとりあえず SS を打ったので、はい、改変が返ってくるんですが、はい。それを、はい、ここで、はい、回復しているので打ち込むことができますと。はい。まあ、あらかじめ打っていくことで、まあ、こうやって打つこともできますね。はい。回復だけじゃなくて、20秒間無効化するのがマジで強いんだよな。マジでそれがチートだと思うわ。はい。ということで、ここで飛炎を打って、ドンって取ります。まあ、結構早めに飛ぶことができれば、取ることができるかなっていった感じですね。はい。で、スマッシュして、そろそろスペシャルが打てるので、ここで打ち込んで終了と。いや、強いな、バイス。ファイル使ってったんですけど、いや、強くないっすか。普通だったら霞に苦しめられるんですけど、その霞をね、完全対策することができるので、ぜひともね、使ってあげてください。まあ、このラケット、まあ、ギアショットが強いのは当然のこと、まあ、オートスキルも意外と強いんですよね。まあ、スインギラー 5% があったりとか、あとはリードしてあればスマッシュで 2% があったりするので、意外とオートスキルも腐らないってことで、なかなか強いギアとなってますね。まあ、やっぱり、当時はね、その、遅くする効果無効ってのも回復するだけだし、SS 回避強制発動も、そんなに頻繁に無効化したいっていうものじゃなかったので、活躍する機会もなかったんですけど、やっとね、環境が来たということで、使ってあげられますね。確かこれ、王者のラケットでしたよね。確かレンちゃんさんがオーダーして作ったやつだった気がしますけど、まあ、やっと何年越しですか1年以上経ちましたよね。結構時間は経ちましたが、ようやくこのラケットのね、活躍の場が現れましたと。はい、ぜひともね、このラケット強いので使ってあげてください。というところまで、ありがとうございました。お疲れ様です。